もうすぐ解凍祭だよな。この時期きっとみんないそいそと買い物して自分家をお祭りムードで飾りつけてるはずだぜ。今年はどんなテーマなんだろう。気になってきたぞ。リーユエコーをあちこち回っていろいろ聞いてみようぜ。久しぶりね、旅人、パイモン。ひひ、お前たちの話を邪魔しちゃってないよな。安心して、国生さんをインタビューしてたわけじゃないから。タコの購入について相談してたの。タコ？お土産用にリーユへの工芸品を買ってコンテナに持ち帰るのか？そうよ、それに。パイモンはまだ気づいてないみたいだけど、今年の解凍祭のテーマはまさにタコなの。え？そういえば確かに空にタコが浮かんでるな。リーユエコーは絶えず発展している。だから解凍祭も古いものばかりにとらわれず新しい流れも組むべきだと思ったの。私たち七星はリーユエの伝統を継承しつつも他国の技術も参考にしてみようと考えたわ。多山の石持って玉を収むべしってわけね。私が前回リーユエコーに来た時、天地園の行幸さんから協力について話があるって言われたのを覚えてるかしら。それがこの件だったってわけ。まあ共同事業を推し進めるって言っても、私はただ自分の人脈を使って行幸さんに何人か面白い人を推薦しただけよ。話し合いをもとに最終的に選んだ案がリーユエの伝統工芸品であるタコとフォンテーヌのマシナリー式フローティング装置を組み合わせるというものだったわ。マシナリー式装置？なんだかすごそうだな。でもタコって風の力を借りれば飛べるもんだろ？なんでマシナリーに頼るんだよ。答えはその質問の中にあるわ、パイモン。タコがどれだけ高く遠くへ飛べるかは糸を持った人の技術だけでなく、その日の天候にも左右されるでしょ。風のない日だとどれだけ経験がある人でも水の中のスイートグッピーのようにやきもきするしかない。その通り。リーユエがこうして人が治める国になったんだもの。だから自分たちで工夫してタコを飛ばせるようになろうと思ったの。それに気軽に遊べて楽しいものであればあるほど大勢の人が参加してくれるはずだわ。でしょ？私もこのアイディアは目の付けどころがいいと思ったわ。しかもコストだってそうかからない。シャルロットさんのおかげで共同作業も順調に進んで、新型のマシナリー式タコも港の屋台で販売されるようになったわ。今のところ供給は十分足りていそうね。価格設定については私たちも試行錯誤して伝統的なタコと比べてもさほど高くないものになっているの。おお、いいな。国生もシャルロットもそれから行幸もオイラと同じでおもちゃが好きだったんだな。おもちゃね。そう。ほらね、国生さん、みんな第一印象はこんな感じなのよ。ええ、確かにタコは長い歴史を持っているとはいえ、特殊な儀礼で使うことを除き、多くの人が民間のおもちゃだと認識しているのは否めないわ。
でも私にとってタコはそれだけではないの。みんなはあまり想像できないかもしれないけど、軽い上に薄くてたった一本の糸で空高く飛べる紙のタコというのは、同時にリーユへの古今の魅力を乗せた宝でもあるの。古い詩集でこんなものを読んだことがあるわ。支援に託せし言葉、旅の者へ送らん。天外より未だ帰らざる人あり。昔のリーユへの詩人はよくタコで思いを表現したり、田園風景を読んだりしていたのよ。もし今の私たちがこういった遊びから趣を汲み取ることができれば、きっとこの先もより多くの人が伝統の美を感じ取って伝承していきたいと思ってくれるはずだわ。さすが国政だな。おいらよりも考えが何歩先も行ってるぞ。物知りなのね。私も勉強になったわ。こういう話を気に入ってくれるなんて私も嬉しいわ。タコにまつわる民話ならいろいろ知っているわよ。例えばタコが思いがけず飛んでいってしまったら、仙人が風で持っていったってみんな言うの。これは不運を吉兆として捉える一種の言い方ね。へえ、他にも面白い話ってあるのか？面白い、そうね。あ、じゃあタコの製作に関することはどうかしら。これもある種の貴重な伝統工芸なの。祖父がまだ子供だった頃、タコの作り方は年長者たちから少しずつ教わっていたと聞くわ。細い竹で骨組みを作り、紙に好きな絵を描いて貼り付け、糸を結ぶ。そして空を見上げて、その手でタコを雲のそばまで届けるの。タコに名前や願い事を書いて、最後に糸を切って自由に飛ばす人もいれば、素敵な願いをタコの絵柄に込めてる人もいるわ。その絵柄と願いにはどんな関係があるの？ぜひメモしておきたいわ。そうね。例えば蝶の模様をあしらったタコは、束縛を破り自由や幸福を追い求めることと関係している場合が多いわ。へえ、他にもあるのかしら。ツバメ飛びは一番伝統的なもので、幸運や吉報を意味しているわね。色によっても細かな違いがあるわ。リーユエではこういった意味が自然と人々に定着していったのかしら。フォンテーヌの花言葉みたいに。ええ、そうでしょうね。両親や祖父母に聞けばいくつか知っているって人も多いはずよ。もし興味があるのなら、こういった題材を扱った書物を家で探してみるわね。見つけたら貸してあげるから、ぜひ参考にしてみて。ありがとう、すごく助かるわ。よーし、リアルで生き生きとした記事、構成もバッチシ思いついたわ。さて、オイラたちもいろいろ見て回ろうと思ってたし、そろそろ行くか。ええ、じゃあ私はシャルロットさんを家に連れて行って、ついでに少し休憩することにするわ。そうだ、今年は総務市がタコ揚げの大会を開催する予定なの。日時は開灯祭当日の夜よ。旅人とパイモンももし興味があったら、ぜひタコを持って参加してみてちょうだい。ルールは簡単よ。制限時間内にタコを一番遠く高くまで飛ばせた人が勝ち。その人には特別な栄誉が与えられるわ。それから秘密の報酬もね。私はその夜のためにフィルムをたくさん用意したわ。当日は壮大な夜景が広がること間違いなしだもの。報酬あるところにオイラたちありだぞ。じゃあ二人の活躍を期待しているわ。旅人、待って。
右を見てみろ。ああ、こっそり見るんだぞ。あそこの二人がお前が気づいてたかどうか知らないけど、さっき国生たちと話してた時、あの二人がじーっとオイラたちのことを見てたんだ。それに表情もすごく怪しかったぞ。そういうことなのかな。いや、オイラやっぱり安心できないぞ。あいつら放蕩団なんじゃないか。以前の怪盗祭でもいつも放蕩団が問題を起こしてたし、やっぱりここは待ってるだけじゃダメだぞ。先手必勝、陣営のごとくだぜ。オイラは左、お前は右からな。我らを捕らえようとするその気迫、どういった了見だ。なんだ、随分古めかしい喋り方だな。お前たちの方こそ何を企んでたのか言ってもらうぞ。人の会話を盗み聞きするなんて明らかにいい人じゃないだろう。正直に言え、まずは名前からだ。この二人にならば託す必要もあるまい。我は三眼五剣仙人、昨月蓄養神君だ。こたびは属性を遊歴しておる。我のことは高尚と呼べ。信じるもんか、あの偉そうな鹿の仙人が自分から林友校に来るわけないだろ。うんふん、パイモン口が過ぎるぞ。ふっ、オイラの名前を知ってるくらいじゃ信じないぞ。お前まさか自分のことを利水定山神君って言うつもりじゃないだろうな。うん、まさにその通り。我も昨月と共に人の世へ降りてきた。我のことは摂釈と呼ぶといい。こいつらよく調べてるみたいだな。でもオイラの経験上、綿密な計画を立ててるほどでかいことを企んでるんだ。今から仙岩軍を呼んで仙人のふりをしてるこの悪い奴らをとっ捕まえてもらうぞ。何を言っておる島ヨタか。そうだぞ、ちゃんとした証拠を見せてくれよな。通りすがりの誰もが知ってるようなことじゃダメだぞ。まったく、前回の怪盗祭でのことを覚えておるか。帝君と我らが古老山で龍雲の調理神器を用いてイエンドゥシェンを料理したであろう。あの即席イエンドゥシェンの味は悪くなかった。あれから龍雲に神器を借りて調理法を入手し、たまに料理の趣を楽しんでおる。たまに。前回我が山を訪れた時、その姿を見るや否や神器を背後の琥珀に隠しておったではないか。それを昨月め、先ほどお前をかばったというのに恩をあだで返すというのか。そもそもこの二人が信じないのが悪い。であっても山でのことを漏らす必要なかろう。まったく龍雲のようなことをしよって。まあいい、お前と争うのはやめだ。そこまで話してくれたらさすがにわかったぞ。オイラの誤解だったみたいだな。悪かったぞ。でも仙人なら器も大きいよな。サンガを飲み込めるくらい。お前は前々から基地に富んだものであったな。
リュウンがお前を高く評価したのも頷ける。一つ聞いていいか。その利水定山はまだしも昨月地区よ、お前はどうして町まで降りてきたんだ。ずっと対面を気にしてただろ。ふん、はあ、仕方なくだ。リュウンがリーユエ港へ行ってから山は日々静けさに包まれるようになった。怪盗祭も近づき、我らはリュウンが今年の予定を事前に説明するものだと思っておったのだが、今日に至るまでその影を全く見せておらん。リュウンは物事を忘れるようなものではない。俗に言う山動かずとも水は動けるというものだ。友が皆リーユエ港にいる今、我ら二人も人の姿に化けるしかあるまい。故に共に町を訪れ、龍雲を探しておったのだ。だが、先ほどお前らがそのマシナリー式タコとやらの話をしているのを耳にし、現状を大まかに把握した。そこでいろいろと思うことがあってな、やはり帰ることにしたのだ。え、龍雲を探しに行かないのか。パイモンが知らぬのも無理はない。龍雲の性格を考えると、今頃あやつは進化を燃やしておるはずだ。自信家で傲慢な龍雲は自身の仕掛けの術が誰にも負けぬと思っておる。舶来の装置などもってのほかだ。今頃は戸を閉ざして放客を拒み、花田錦の改造に勤しんでおるだろう。故に我らはいらぬ邪魔をしないでおこうと思ってな。もし数日のうちに龍雲に会うことがあれば、我らの代わりに挨拶を頼む。そっか、わかったぞ。じゃあ二人とも気をつけて帰れよ。ゆっくり景色を楽しんで、少しでも怪盗祭を楽しんでってくれよな。うむ、気持ちはしかと受け取った。これ以上の見送りは不要だ。まさかオイラの早とちりだったなんてな。あれこれ心配したのに結局知り合いだったぞ。お、そうだ、遅くならないうちにタコの屋台を覗いてみようぜ。おっきくて綺麗なタコがあるといいな。大会で披露するためにな。いらっしゃいませ。タコのご購入でしょうか。ご希望でしたら、それぞれの絵柄について簡単にご紹介しますよ。ツバメ飛びに蝶々。お、これって。ああ、こちらの群玉閣のタコは最新のものですね。ここ最近よく売れていますよ。もしかしてこれにも何か意味があるのか。もちろんです。群玉閣は豊かな富を象徴しています。この先多くの財をなせるようにという祝福が込められているんです。うーん、おいらこれがいいぞ。失礼、ちょっといいでしょうか。チエンさん、品は用意できましたか。ええ、そこに置いてあるのがそうです。素材の紙に竹串、染料、どれもタコを作るためのものになります。わかりました。ではこちらで包んで慰労府まで届けるようすぐ表紙に連絡します。慰労府？怪盗祭中はどんな感じなんだろう。ちょっと見てみたいな。おや、慰労府に興味があるのですか。もしそこに行くのでしたら、お手数ですがガミンに声をかけて一緒にこれらの荷物を運んでいただけないでしょうか。ガミンってさっき言ってた表紙のことか。ええ、私たち脇町は主にリーユへの交通輸送を担当しています。そして票局は脇町に属する組織です。ただ一つ問題がありまして、怪盗祭の期間中は多くの同僚が休暇を取って家に帰り家族と共に過ごします。仕事を受ける者が一気に減ってしまうのです。もしあなたたちが手伝ってくれたら、少し予定を前倒しして私も次のお客さんに会いに行くことができまして。聞いた感じ本当に忙しいみたいだな。よかった、
もちろん報酬は十分にお出ししますので。この時間だとガミンはおそらく近くにいるはずです。この大通りに沿ってまっすぐ進むと、右手側に銃武劇で使う道具が置いてあるので、そのあたりにいるでしょう。タコを買うのであればまた後でいらしてください。お二人には割引しますので。風よ、散れ。おいおい、負けた方がザオ茶をおごるって約束したとはいえ、そこまでへこむことないだろ。元気出せって。別に俺が払ってもいいから。それじゃあいつもと同じじゃないか。さすがにそれは良くない。ガミ、俺は何も負けを認めてないわけじゃない。ただあんな方法で逆転されるとは思ってなくてだな。あんなの大したことじゃないさ。造作もないことだ。レタスを食べるのと同じくらいな。お、よかった、ガミンがいたぞ。ちょっと邪魔するぜ。お前がガミンだよな。さっき脇町の人が来て、イローフに荷物を届けるのを頼みたいって言ってたぞ。お、おお、老州の兄ちゃんか。仕事があるみたいだな。じゃ、お先に失礼すんぜ。そうか、行ってこい。帰ってきて時間があったらまた遊ぼうぜ。次は絶対負けないからな。さ、荷物を受け取ろう。持ってくるとき重くなかった？あとは任せてくれ、俺に。そんな大変じゃなかったぜ。全部タコを作る材料なんだ。それにそんな遠くなかったしな。タコか、なるほど。パイモンはいいやつだな。こりゃちゃんと礼をしないと。で、そっちのお前が旅人だろ。よろしくな。礼を言うぜ、お前にも。え、オイラたちのこと知ってるのか？リーウェじゃお前らを知らないやつの方が少ないんじゃないか。話はいろんなやつから聞いてるぜ。すっげー有名人なんだよ、お前らは。おっと、そうだ。もし老衆の兄ちゃんが礼を言ってなかったとしても、気を悪くしないでくれ。代わりに俺が礼を言うから。兄ちゃんはいい人なんだけど、最近はすんげー忙しくてな。あちこちバタバタと走り回ってるし。だから、多めに見てやってくれ。それで、今回リーウェには怪盗祭のために来たのか？うん。この時期のリーウェは一年で一番賑やかだからな。オイラたち、お前にくっついてイローフを見に行こうかって話してたんだ。おう、構わないぜ。一緒に行こう。イローフまでの道にはすごく詳しいんだ。一歩たりとも遠回りさせることはないぜ。俺が道案内するからには。物語を話すのも、冗談を披露するのも、雑談で退屈を紛らわすのも、全部俺に任せてくれ。そうだ、着くまでにいくつか飯屋があるんだ。どれも俺がよく行くいい店でな。一緒にどうだ、飯時になったら。食材は新鮮で豊富、さらに安くていいもんばっか。何を頼んでもうめえのを保証すんぜ。うめえのを保証。新しい友達の前なのにオイラのイメージをダウンさせるようなこと言うなよ、まったく。大丈夫だって、分かってっから。ほんと仲いいんだな。俺もよくそうやってふざけ合ってるぜ、兄弟たちとな。さて、他に用事はあるか？お前らの準備が終わるまで待っとくぜ。大丈夫だぞ、オイラたちずっと旅してるから、必要なものは全部バッグに入ってるんだ。おっと、そりゃそうだな。よし、じゃあ出発だ。安心してくれ、お前らのことはしっかり守ってやっから。なんたって俺は表紙だからな。
暇を持て余しているのなら、わらわの家に来て、ここ最近の面白い出来事を話してくれぬか。